よーお前ら、お前ら待っただろう。月始めということで、今日はね、そうです、アンパンの超ゴマパレードのお時間でございます。かけらを見てもらうと分かるんだけど、1周分40連でボー、あのサービス引いて、さらに20連でね、全部で70連引けますね。77連か。それでね、俺の最近のこの新ゴマの傾向でいうと、まず1月の1月から言うとおかしいな、ジェイとか、ジェイじゃないよ、バハムートとか、あの辺は全部持ってますし、チポーンとかゼウスとかハレスも全部持ってる。あ、チポーンとねハレスが1匹ずつしか持ってないんで、もう1匹欲しい。でグレナでマカミでガブリエル、全部で、ね、2匹以上持ってんな。つまりね、最近の超ゴマパレード俺は当たってんだよ。だから多分ね、ガシャドクロもね余裕で出ちゃうと思うんだよな。まあ、今回の狙いはガシャドクロ、まあ、2体欲しいね、できれば2体と、あとはトール、トールがね、調整トールと進化トールしかないんで、あの10日の調整ね、だから10日のレベマのタスモマックスの最強バージョンのやつを作りたい俺は。とあとさっき言ったティポーンとハデス、もう1匹、それ以外は何もいらない。だから狙うのは全部でガチャドクロにティポーン1、ハデス1、トール1、全部で4匹じゃない、5匹か、間違えた、数えてなかった5匹だ、この 5匹っていうか5個だな、5体だけ狙って、あとは何もいりません。あと何言っても全然嬉しくないから。超ゴマのさ、コマ交換もあるけど、あれもいらないわ、別に欲しいのないんで、もうその今の 5体だけ狙っていきたいと思います。いくぜー。かけら 300R でチケットで、今回待つなかったのがちょっと痛いんですけど、とりあえずこの竹から引いていこう。これでエステればね、もう万々歳なんで、来いや来いや、頼むぜ、ブルってくれるのをできれば祈ってる俺は。頼む頼む。あー、英語マネ、超ゴマの英語マネマジでいらない、いらん。ゲルノットとかあの辺は強いですけどね、いらない。フレームデビルとかいらないんですね、いらない。英語マネもうね死ぬほど持ってるんで、まあどんどん行こうか。10連でね、もうね俺はガシャドクロ当てちゃう、すぐ当てるよ。もうサクサク行きましょう。70連も引けるんでね、もう前置きが長すぎて。おおごめんなさい、最初の10連で当てちゃうんだよな。フワローイエローだったっけ、フロアイエローか、惜しい。いや違ったな。でもほとんどなんか英語マが超ゴマの英語マなんで、これはねいい感じでしょう勝手になんか解釈してますけど。20連目いきます。うわー、虹、もう勝ちだな、これはこれは勝ち、これは勝ちだ。うわあ、ブルッツ、久しぶりに魂が震えた。一匹いったけかよ、エントマリーいらねー。どんどん行きましょうか。ボックスがねパンパンになっちゃうんで、あー違うんだよな。今のところでもね S が出てる、これ調子いいぞ。来い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 、クソ爆死か、これ爆死でしたね。やべ、ギフトいっちゃった、ちょっと待って、ギフトに入っちゃうと見にくくなるんで、はいはい、次、とりあえず次引いたらサービスなんだよな。はいはいはい、うわー虹、安定の虹、来い来い、俺の手を喜ばせろ、ブルッツ、来い来い、おい渋い渋い、渋すぎ、渋いぞ、ガシャドクロガシャドクロ、
フリジア姉さんですね。フリジアもね強いんですけど持ってるんでね知るほどいらないです。はい、あと30連しかないよ。ガシャドクロてか俺今んとこ欲しいの何も来ないぞ。今んとこ爆死超ゴマ、今までがちょっと壁引きすぎたかな。あー爆死だ、やばい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 、魂を震わせたい、魂を震わせたい、頼む頼むぞ頼むぞ頼むぞ。あー虹入らない、だがこれは当たる予兆がする。なんか俺そんな気がした。波長がね来てる来てる来たー、音が鳴ったぜ。さっきから S1 匹だけなんでもうちょっと出てほしい。1渋いな、渋すぎ。違う、お前は持ってないけど違う。ドナジャスター、あれ俺持ってるぞ、これ進化後持ってんのか。まあいいや、これ全部預ける。あと10連あと10連しかねえ。魂のガチャ、虹入った。これはねもうね全てのガチャ神に力をもらうために左手の薬指で引いていく。来い来い、アンパンツのうわブルッター最後にドラマ起こすんだよ俺は、主人公だからな。最後の10連で当てていく。お最後の1枚、これは期待できる超ゴマパレードのキャラだ。わーサタンだ、超ゴマパレード、渋すぎ。まあお前らなら分かってたと思うんだけど、あんな不甲斐ない結果で終われるわけねえんだよな。泣きの一回だぜ。一回じゃないですけど、これは泣きの一回です、俺の中ではね。はい、ちょっと補充してきたんで引いてこうか、いくぜ。まあ、出るでしょ、サービスも含めて40連は引けるんでね、まあ、ガシャドクロ、まあ、1匹でいいわ、1匹入れたら爆死、出たら撤退します。これボックス入れもしない方がいいかもしれない、この際ね。おいおい、おかしいぞ、うえ、これ違うガチャ引いてんのか。うわー音だ、21123、熱っ、33は熱い、アレスのみ早いぞ、ちょっと待て、確かに超ゴマ出てんだけど、待って、新ゴマの確率渋くない、おかしくないか。いや文句は言わない、俺は文句は言わないぞ。爆死だ、撤退とか言ってたけどそれどころじゃねえな、そもそも出ないぞ、やばい、これやばいやばいやばすぎる。左手の小指で引いていく、ガシャドクロ頼む、報われねえ、なんでだ、なんで出ねえんだ。あと30連か、30連でサービスか、ぐー出ねー、うえよ、お前は俺を怒らせた。これが最後だ、今ある有金すべて費やしてやったぜ、この残り20連で俺はガシャドクロを当てて運営お前を全力でディスってやるからな。20連で決着をつける短期決戦だ、もう短期じゃねえけどな、来い来い来い、頼む頼む、さあ
ここでドラマがあるんだ。最後の10連で全てを決める。いくぜ21。これはやっぱり左手の薬指でドラマを起こす。来いよ来いよ、頼む、ラスト10連なんだぜ。ブレッツ魂の10連。21、ガシャドクロ出るぜ、これは出るぜ、ルシファー。あーやっぱそうだよな、サービスまで引かねえと出ねえよな。俺もねミスったと思ったんだよな、さっき20連引いたけどね。よく考えたらあと10連でサービスまで引ける、そりゃね出るわけねえよな、キリ悪いし。お前ら、俺がお前らに希望を見せてやる。これが俺の最終奥義、泣きの一回ファイナル。これで俺はガシャドクロを当てて全てを手に入れる。行くぜオラー、サービスまで引いて終わりだ。なんならここで当てる、来い、来てくんねえと始まんねえぜ。くそ、なぜブルナナイ、なぜだ。運営の罠とでも言うのだろうか。今度こそ最後の最後だ、泣いても笑ってもラスト引いてく、いけー虹。やっぱり勝利の神様は俺に微笑むんだよな。来い来いよ来い、うわー、ブルト。何枚くる、 1枚か。だが俺はガシャドクロが出るんや。ふざけんな、中途半端なんだよ。